はい、皆さんこんばんは。こんばんは。えら反応はいいね。うん、こっち向くもんね。ちょっと台風が怖い。台風怖い？まあね、運転するの怖かった。風がすごい。今日はね、台風です。うん、浜の湖。うん？浜の湖地。全然関係ないこと言うんやん。台風？ピーピー余計聞こえちゃうかな？カメラに入るかね。うん、後で外の動画撮ってみようか。えらい、えらい木の葉がバリバリ。そう、でも、もう暗いけんね。あ、そうね。暗いだけで天の声ね、すごい、顎も、うん、頭順もすごい、うん、ピロンで飛んで。まだ生きとるとこすごいよ、天然のね。そうだ、そしてこのフットワークの良さがすごい。あ、そうね。全然よ。下手したらバグいからね。うん、さあ、それの幼虫割り出しです。はい、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 これは幼虫ワールドF1ね。はい、あの、浮かしたのはまた来年やけん。結構見えとりそうやね。うん、見えとるね。あー、ちっちゃいのおるね。でもまあいいか、うん、行きましょう。はい、うん、下にしかおらんかもしれない。あら、そうね。うん、途中には見えとる？見えてないの？見えてないね。かじってる？ザイ？うん、ノコギリやけんね。ザイにはあんまりうまんとかもしれないね。まあマットにはおらんそうね、その途中の、うんうん、ストッと、うん、よし、入れていこうかね。はい、でもプリンカップで、はい、今回入れるのはマットやね。うん、マットプリンカップで。どれぐらい管理しようかな。ちょっと一月ぐらいでいいかな。一月ぐらい。うん、あんまり、うん、早くに禁止瓶に入れるとさ、うん、瓶の方が先にダメになってるよね、食い上げより。あ、そうやと。うん、まだ半分しか食べとらんのにもう瓶がダメになって交換とかちゅう可能性もあるんだよね。うん、大きいのこれね。これ意外と数おらんかもしれんな、今回ね。そうね、外を見た限りは、お、俺ねって思ったけど。あ、そう。いやいや、途中からおられたけね。うん、よし、はい、3頭見えとるだけで5頭ぐらいかな、全部で。そう、うん、あ、卵があるやんか、まだ卵ある。うん、卵あるね。メスはだいぶ前に。メスは、うん、もうちょっと前に。だいぶ前じゃない、ちょっと前。ちょっと前、うん、幼虫おったね、どんだけか。ん、卵はでも1個やね、今のとこ。だいぶ放置しとるもんだって。もうやがて一月経つの。あ、そうか、もしかしたら浮かし、あ、浮かし、孵化してこんかもしれない。何が卵。いや、まだしてくると思うけどね。今10やろ、うん、天然で、うん、卵孵化してこんとかあんまないもんね。ストックが長すぎって、その孵化してこんやった場合は。あ、天然地強いたい、本当に、うん。向こうから持ってきたのもダメやと思う。向こうから持ってきたやつが、まあ、ダメやとかな、分からんけど、ここにあったのよ、こと。向こう温度はちょっと高いもんね。あっちは高い。だけにあのちょっとやられるかもしれない。これで11。湿気多いけんね。はい、周りに増えとるわな。
うん、動かしとる、動かしとる、重ねて大丈夫。 11? 今11。まあでも財にもどれだけかおることを信じて。いや、おらんよ全く。うん。割るだけもったいないけど、割るよ。うんうん。11と1。あ、おった、ちっちゃいね。12、13。3、4、12の13、14。偉そうに14って言ったね。14です。14。14。なんで綱取りよってこれ。しれっと。もう一匹なんかおらんかったかな。さっきの14か。さっきのつるっとしたのがそうか。あ、おった。これ、それ違う。そうやね、これやばいな、これって。やばい、さっきの卵と一緒に。毒動ける。カメラ越しで見た方が見やすいよね。うん、そうやん。そうですよ、肉眼よりね。絶対肉眼の方がいいよ。いや、そこまで顔近づけれんけんかい。あ、これ大丈夫だね。あ、動きよ動きよ、とりあえずね。飛びるかな。あ、大丈夫そうよ。伸びた。うん、ダメージ入っとったら伸びんけんね。もう伸びよ伸びよ、元気いそう。15、16やね。20欲しいな。まだ財がある。財が、財おらんて。財おらんよ、言うとっけ。足場的な感じ、足がかり的な。16。うわ、風強いね。うん、ひどい。隙間からバンバン入ってきそうよね、風が。はい、何個これ払った。台風。もう過ぎていけちゃう。あ、結構いい材やったじゃない、それ。うん、材的にはね。うん、ね、お前の。うん、じゃあ、皿や。ここになんか入っとったような感じがする。さっきの大きかったやつじゃないかな、もしかしたら。入って出とるね、でも。うん、もしかしたら今入ったばっかりのやつが動くかもしれない。これも入って出たばっかりな方がね、ちょっと数削っていった感じ。もうメスがこの材には産んでないもんね、最初から。せいちゃん、もう外で産んだやつが入っとる可能性しかないと思う。ほんと皿やね。これも外から、外から来て、食いもんじゃねえちょうどかね。ないわ、あんまり好まんみたいね。平田とか奥間みたいにね。でもあれじゃない、ん、国産のノコギリ、うん、椎茸のもう朽ち果てた原木、うん、あれは、あ、そうか、あれはもう朽ち果てとっけいとか、うん、あれ待ったよ。中はもうふわふわやもんね。うん、テイスティングしようと。それ、うん、うん、よし、なし。はい、それでは卵を1個と4時18分。うん、まあまあ惜しかった。あとちょっとやった。うん、2時欲しかったね。もう一回でも最後チロッと見るけ。カサビ、カサビ行きたい。行きたい。奄美、奄美、うん、奄美は別に行きたいと思う。あ、そう。うん、石垣か、うん、あ、もう一つやった、石垣の奥の方。石垣か、ちょっと奥の方だよ。石垣島、西表島。そうそう、西表は何があった？ね、うん、
八重山、のこぎりとかっていうのね。八重山って言ったら丸羽根もっともしかして、うん、丸羽根もこれ来年よ、来年使うやつ、アゴフトやろ、うん、ごっつこれうちでブリのものやね、うん、多分来年だったらどうですか。なんかでもあれよね、うん、何スタイルがちょっと、あ、でも一緒か、ただでかい点か、うん、来年で、これは再来年みたいな、一日ずれ、一日じゃない、一年ずれ、そうやでね、一年動かんたいね、そうそう、結構クイックな動き、あんま触ったらいかんとね、これ、あ、そうやじゃ、うん、触ったらいけん、無駄には早く起きる、あー、そうか、結局早く起きたとしても産卵行動せんと、うん、メスが、メスが、あ、本日は、うん、奄美のこぎり、飾り産卵セット割り出し、うん、割り出し、はい、幼虫18頭と卵1個でした。まあ1個また後で見ます。まだ生きとったところはすごいね、でもね、うん、反応も素晴らしい、うん、これどこやったら虫吉さんかな、買ったのショップさん、うん、あ、えらいいいもんでしたね、はい、はい、それではご視聴ありがとうございます、はい。